おまけの井上喜子さん。<laughs> おまきくこさん。<laughs> はい。<laughs> という。お願いします。<laughs> はい、お願いします。あれですよね、多分、これ。もこれは後から、うん。ベスト版で入れ直したんですけど、うん、こ、これに含まれてる曲とかのが<う>。の主題歌。キャラソン大前奏。 中原さんの。もこれ私物ですよ。アップルミュージックですね。嘘でしょ。いや、もう持ってますから。いや、マジで持ってますマジで。すごいね。やっぱ僕はそのちょうど世代的にランマーの世代なんで。そっか。ええ。だからやっぱり大好きで。そでも10歳頃って言うと確かに楽しんでるそうですね。ね。ちょっとワクワクしながら。結構ね、夕方やってたじゃないですか。そう。 学校でちょっとはしゃいじゃうと間に合わないんですよ。ああ、そうそう急いで帰らないと、急いで帰らないと見れないから、大体 B パートから見てましたけど。スタートちょっと間に合わなかったキュンとする話それ。確かにさ、昔は帰ってたよ。そうそう、急いで帰って、ビデオデッキのその録画のシステムもそんなに性能良くなかったのうちのやつが、あの何だろうこの毎週録画みたいなができない。ああ、そっか。毎朝 やるとかかしななきゃいけなかったですけど忘れちゃうと「やばい!」って言ってこう急いで帰ってとかで <laughs> でも毎朝ができるならいいわ私だって録画機能の使い方が分からない<笑><笑>なんか夜中の作品もこう自分で,おで<も>押すしかなかった当時だったらそのオンエアチェック難しいですよね今なんかはねもう本当に配信で見られるからそうだね,うね本当だそうだったね<ー>その当時って例えば周りから「見たよ!」とか、うん、そういう話ってされてました毎週。 ランバとかって自分のお友達とかってこと、そうですね。周囲とかですよね。全くなく、やっぱそういう時代か。全然。だから誰からの話も聞けないし、自分がどう思われてるかもわからないし、評価がわかんないんですもんね。そう。だってエスのエスもちろんないし、ね、はいはいはいないですね。 お手お手紙でじゃあもうファンの人から感想が来る。そういう、ね、のは来てました、ね、ファンレターで。それは少しいただいてて、<ー>もうありがたいなと思ってる感じだお姉ちゃん人気だったから。ですよね。長門の三姉妹の中で誰お尻した？ えっとね、お姉ちゃんじゃない。そうだと思うよ。言い方です。お姉ちゃんじゃないじゃあのごめんなさい。前も、梶田さん、ラッマの話の散々目的だと思うんですけど、シャンプーが好きなんで。そうなんですよね。でも、シャンプーじゃなくて、シャンプーがね、ちょっと可愛すぎたんで。わかる。私も大好き。でも、絶対ね、そういうね、梶田さんをね、かすみお姉ちゃんじゃない。 私にはわかる。誰、誰、誰なんですかそんなんです。子達ですかなびき姉ちゃんです。惜しいああ、ちょっとああいう、けれみの強い人が。分かる、でもね。なんか。いいんだよ、なびきお姉ちゃんも。まあ、でも、そうですね。え、そう。きっこさんは、受けたのは、かすみだけ受けたんですかもちろん、かすみ以外は。 無理でしょいやかんない。新人だったら逆にどんな引き出しが出るか分かんないから。そっかそっか。このかすみお姉ちゃんに私似てるところがあってそれは髪が長かったっていだから髪が長いからそのイメージで事務所からこの子じゃないっていう感じで。なるほど。そうだったかな。天運ですね。小耳に挟んだ話で正しい情報なんか分かんないちょっと確認したいんですけれどもオーディションの際に面接官。 っていうんですかね。まあ、監督たち、監督たちですよね。に、それ地声ですかって聞かれたっていうエピソードを。コミニに挟んだことがある。んです。それ、マジ。そう、あの、ちょっとオーディションの時にね。え、なん、のオーディションですか。あ、このランボ。お姉ちゃんやった時に。あの、こう喋った後にはい、いいですよ。じゃ、それは地声ですかって言われて、その時って、私、今ちょっと。 声が高いのがあまりちょっと自分では好きじゃないんだけどあの頃はもうちょっと落ち着いた声だったんだけどかすみお姉ちゃんをやるためにあのなんとかですみたいにちょっと作っちゃったわけ<ー>作って喋ってたんだけど、うん、だから地声というよりちょっと可愛く作ってたくせに地声ですって <laughs> 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 もう言っちゃったほんなんだ、うん、本当なだそれで、うん、それがずっと でも、ね、ありがたいこと罪悪感なんですよ、そ<う> <laughs> オーディションに受かったから。罪悪感、いちゃで、ちょっと、ちょっとずっと嘘ついたかもなって、ぼや <laughs> ちょっと作ったのに本当にごめんなさい結果的には大成功なわけですからでもさ声ってなんか変わるよねあれですかその収録する時ですか収録もそうだし普段の声も声優ってお仕事をやり始めたらなんかやっぱこういろいろ鍛えたりしてやっぱり声はちょっとずつ変わってって昔はもっとなんか もっとかすかすしてたっていうかもっとなんかぼんやりしてたっていうか芯がねちょっと弱い感じがね芯がなかったんだけどやっぱりやるようになってまああのかすみお姉ちゃんもどん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 やりやすくなっただからもうちょっと地声に近くなってきたかなって今は思うけどいやでも演じてなんぼの職業なんですからそれでね監督とかまで騙せたんだったら大成功です騙せた。監督ごめんなさい じゃ、あ流せないですけど、かすみお姉ちゃんの歌聞きますか。<laughs> えーちょっと待って。だって、そんな持ってる。いやいや、入ってるから。ここはね、あの。ー、えー、あ、だめだ。だめ <laughs> だめだめ、歌はだめ。歌は。はやでもね,ね、もしかしたら、このさ、アどんぶりは、ネット歌合戦ってアルバムだけど、うん、もしかして、なかちゃんの持ってるのは、歌声読み。うん あのねこれねベストなんでねじゃあミックスされてるそうなんですよだから曲数もすごい数入って四十曲ぐらい入ってるんでじゃあミックスされて入ってると思うんですよお父さんって歌がありますお父さんなんでキャラソンあるんですかねお父さんっていう歌ああそういうえ、そっちからお父さんに対して歌ってる歌なんですかかすみお姉ちゃんがお父さんにソンさんソンお父さんに対してお父さんいつもありがとうっていう そのお母さんって歌があるじゃないねあの同様でねそれのちょっとオマージュしたお父さんお父さんっていういい歌じゃないですかのんびりしたあとあれがありますよねあのカバーをみあの姉妹で歌ったりとかどこあそうそうどこどこどこっていうユニットでココっていうアイドルグループ知らないいやごめんなさいちょっと知らないですかあのシオシオココそうもうねやっぱ若いんだねジェネレーションギャップ 小文字とこは一緒なんだけどシ o c o なんだけどその「ラんの歌を歌ってるアーティストさんっていうかねアイドルさん5人組のアイドルさんで「らんまマの歌も歌ってくれたのなんかエンディングとかねでまたそのこの「ランマを作ってくれたディレクターさんが面白がって私たちキャラクター5人で「女・ランマえっと「あかねちゃん」「なびきちゃん」「三姉妹」と「シャンプーちゃん」の5人で どこっていう、ここに対して、どこどって、D.O. 使用にして、うん、ここじゃなくて、うん、どこっていうのでいっぱい、うん、すっごい可愛いアイドルソングみたいのを歌ったの。うん、アイマスの走りじゃん。<laughs> でももランマーでも歌多かったイメージある当時から。でも、ね、どこの歌がまた素晴らしい曲ばっかりでみんなに聞いてもらいたい。歌はその当時から得意だったんですか。うんうん 得意っていうか好きだったね。昔から歌うことは好きだったから、あの、歌のお仕事はずっと好きだったかな。楽しかった。だって、みなみちゃんとかめぐみちゃんいるんだよ。すごいでしょで、私なんか一番、もう、なんか本当にお刺身のさ、このさ、端っこのつまみたいなさ。本当に、もう素晴らしいんだもん。あの、のんこさんもれいちゃんも。 全員素晴らしいのに、私一人素人混じってるみたいな立ち位置だったの。<や>本当に,本当に自己評価低かったんですね。<や>林原さんも新,新人ですよね、そ,よその時は。めぐちゃんもなんか本当に確か最初の頃の作品ですもね。うん、くんちゃんもさっき、まあみなみちゃんもすごいって言ったけど、うん、めぐちゃんも、 大新人なのに、メブちゃんは何十年に一人のスターが生まれたって言って、業界内が、当時から、いてますざわつくぐらい天才が現れたみたいな感じで言われてるような人だったから、だから私一人。それは自己評価下がりません。現場が怖い。でもね、みんな楽しかったけどね。周りがすげえ。すごすぎた、本当に。 でもすごいよ、メンバーが。ね楽しかった。ベテランもいるし。でもいきなりそこに放り込まれて、やりきった紀子さんもすげえっすよいやあ、りがとう。ね、うん、やりきっねもう楽しかったから、ほ、うんとありがたいね。うん。うん だかからなん今はね、この業界に恩返ししたいなと思って、前いろいろなんかいっぱい苦労かけちゃったから、作品に。苦労、いや、嘘もついたし。ちょっと、忘れてたのに。必要に弱点を攻めますから、傷つちゃうと嘘までついて。閉じるのがうまいから。嘘も重ねてしう。弱ねを見せたかいろんな嘘を重ねて。そうだね、17歳とか。ちょっと、ちょっと。 嘘ついて何ぼの職業でしょうかまあ、お芝居はね、嘘ついてる。そうそうそう。騙すことも。そう。だけど今ね、作品にね、いっぱい恩返ししていきたいなと思って、こう、すごい悪役とか、おばあちゃんとかね、そういうのをね、振られてくるときに、ここで恩返しをするぞ、みたいな気持ちがちょっとある。うん、なんか。いや大変素晴らしいお話を聞かせていただきました。じゃあ、引き続き次の。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。